お元気ですか、僕趣味です。今回はサッカー日本代表チームチップス開封動画3回目でございます。開封動画ね、結構久しぶりでございます。たまたまね、これ買ったんですよね。それでチップ袋買ったのでね、やっていきたいと思います。でですね、今回からね、ちょっとルールを変えますね。あのノーマルカードはね、見せません。レアカードのみね、見せたいと思います。それではやりたいと思います。それではいきます。一袋目でございます。で、こちらですかね、田中碧選手でございます。で、ゴールキーパーの中村浩介選手でございます。これはレアカードなのかな、ちょっと分かんないですけどね、うん。で、2袋目でございます。で、これは伊藤純也選手でございます。で、長友佑都選手でございます。3袋目でございます。で、こちらね、浅野拓磨選手でございます。ちなみにね、この弟さんはね、現在札幌に在籍しております。で、吉田麻也選手でございます。はい、4袋目でございます。吉田麻也選手でございます。田中碧選手でございます。5袋目でございます。山根美希選手でございます。で、川辺駿雄選手でございます。6袋目でございます。小川亮也選手でございます。で、古橋亨梧選手でございます。7袋目でございます。シュミット・ダニエル選手でございます。で、浅野拓磨選手のこれは2枚目でございます。で、8袋目でございます。森田秀正選手でございます。で、これは板倉滉選手でございます。これちょっとね、一応出しておりますけどね、これはレアカードかどうかちょっと分かりませんけどね、ちょっと このとこはね、ちょっとね、ご了承ください。9袋目でございます。で、キラーカード出ましたね、大迫勇也選手でございます。で、もう1枚は酒井宏樹選手でございます。で、最後の10袋目でございます。田中碧選手でございます。2枚目でございます。そして最後は伊藤洋輝選手でございます。
以上でサッカー日本代表チップス開封動画3回目を終わりたいと思います。今回はですね、まあレアカードがね、確実なのが1枚出ました。であとはですね、これはあのレアカードかどうか分かりませんけどね、7枚出ました。またね、お金がありましたらこういった開封動画やっていきたいと思いますし、もうすぐですね、あのプロ野球カードね、ボックス1枚買っておりますのでね、そちらもね近日、公開という形でやりたいと思いますので、もしよかったらそちらもぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。